やつねさん、お疲れ様です。なんかこうコツコツやるっていうじゃないですか。コツコツやってきましたね。これが本当のコツコツですよね。でも多くのコツコツってのは結局やらないことをコツコツやるって言いますよね。目の前のやるべきことを一生懸命やりますっていう人は結局やらないんですよね。なんかその綺麗な言葉があってそれを使っちゃうんですよ、だからくたびれたところからさらに一発みたいなね、もう一花咲かせたいとかね、やることはやってんだけどみたいなね、まあなんかそのいつまでも講釈が続きますよ。で結局結果出さないと明日がないんで、こうしていろいろやってきましたけど、消えてく人ってどうしてるんですかね。だってネットビジネスで稼げなくって、稼げなくなってからもしばらくは詐欺チックなやつで行けてると思いますけど、行ってると思いますけども、それも信用を失って発信できなくなったら行き詰まりじゃないですか。どうなってるんですかね。あの私ね、以前ね、2015年か6年ぐらいにあの YouTube の集客セミナーとかっていうのがなんか Facebook で YouTube で告知があってね、でまあなんていうかね、からかい半分じゃないですけど暇つぶしに行ってみたんですよ。そしたら、まあ、あの YouTube 集客セミナーっていう割には私一人しかいなくって、でまあね、いろいろ話を聞いてね、で久保さん YouTube されたことがありますかって聞くんで、まあちょっとだけやってますとか言って、で YouTube のいろんな基礎を教わったんですけどもね、私はだから素直に、あ、なるほどなと、じゃあ一から学ぶつもりでやっていかないとなっていうふうにその時は思ってたんですけども、でもそれからね、2ヶ月ぐらい経って、あの、なんですかね、こう就職セミナーじゃないよ、なんだっけな、あ、転売か、転売のなんかセミナーに、あの、ティーアップのね、講師として呼ばれたんですよ。転売講義か、メルカリ転売かなんかで。で、熟成さんのメルカリ転売術だったんで、私行くじゃないですか、ティーアップの講義をするために。で、15分ぐらい講義したんですね。で、そこで、実は YouTube 集客塾の、その時の講師が客席に座ってたんですよ。なんか切なかったですね。あ、ここにいたのかって、向こうも私のことを見つけて、で、いろいろやってるんですよ、つうからね、足早に去っていきましたけど、なんかすごい、こう、なんていうのかな、なんとも言えないですね。で、やっぱりこの、ティーアップセミナーの中で、あの、私が大変お世話になってる塾長の久保さんですってから紹介を受けるわけじゃないですか、私も。で、後ろからわーって出て行ってね、こうやって、皆さんみたいなこと喋ってね、あの、このメルカリ転売術は私もお墨付きのなんとかかんとかって言うじゃないですか。客席に、そのさっき話したね、YouTube 集客術の、なんか講師の人がいるわけですよ。何やってんだよと思いましたよ。でもまあ、ね、他人事に思えなくて、あ、俺もいつかそうなるかもなと、なんか就職に宿泊する時代が来るのかもしれないなっていうふうにちょっと身震いしたような気もしたんですけど、あれから数年経って今ですよ、結局どっぷりとこの世界でやってますね。なんかできなくなっちゃった人って今どうなってるんですかね。だってネットビジネスで当たらなかったわけですから、ネットの中で探しても出てこないわけじゃないですか。そういう意味で言うと本当に消えるってやつですね、これはね。いってらっしゃい。